第15回全日本仮装大賞応募総数4672組、その中を勝ち抜いて今ここに残ったのは2番激しい波、3番朝顔、5番プロテクター、6番タンポポのタゲ、9番ラーメン、11番エイドゲーム、12番エビフライ、13番マジック、14番カイロの夢、15番カビ、17番モップ絞り機、20番風車、24番彫刻、26番ズイバコ、27番ガマグチ、31番広島、32番のし袋、34番クギ、36番剣道剣の冬景色、37番シュッポッポ、38番汚い部屋、39番ムクドリ、40番がエンゲージング、41番が除雪機、以上24組のグループです。さあ、この中で賞金100万円を手にするのは誰か。さあ行きましょう、審査発表でございますね。さあ、それでは審査委員長の青島さんからお願いいたしましょう。まず最初がアイデア賞。はい、アイデア賞でございます。たった一人で全てのことに挑戦されました、はい、跳び箱ババア涼子さん。もうね、最高、握手したいわ、君と、本当。はい、で、アイデア賞、賞金でございます。そうですね、ですから、これ、捨てないで、大事に、記念に、ね、仲間を大事にしてください。一緒に寝ます。あー、言葉ずいぶん変わったりして、はい、はい、おめでとうございました。もう、態度がコロッと変わりますわ。はい、さあ、それでは、次行きましょう。ユーモア賞でございます。これもまたたった一人で挑戦されました中村太郎さんの組です。はい、一人で、あら、もう一人で、これは一人の演技って難しいのよね。これからもずっと長生きしてちょうだいます。ねえ、一人でトカントカンって、はい、おめでとうございました。感激です。それでこれは大変だぞ。お父さんお母さん見てるわか。はい、ね、お父さんお母さんに持っていくよ。持っていくよ。ちょっとどうしようかなっていう気持ちも入っておりましたけど、おめでとうございました。さあ次行きましょう。どうぞ。はい、演技賞でございます。親子の温かさを感じさせてくれました田島圭司さんのプロテクター演技賞です。以上。また、うわ、やった。本当におめでとうございます。だから僕もね、子供は3人持つべきだとね思ってるんですよ、常日頃。本当におめでとうございました。はい、さて誰いただきますか。はい、おめでとうございます。こちらの方はもう、それよりもテレビ映るのが好きな方。はい、そうなんです。もうあんたすごいよ、演技賞よ。演技賞よ。シーンじゃないのよ。大変な方よ、あなたのしがみつきよ。偉かったわね。やったわね。やったね、うん、やった。はい、やったわ。アップで映ったわね。あんた何欲しい、今欲しいもの。笑い顔をテレビで撮ってくれ、そう言っておりますね。はい、もううわもうね、よかったわ。 あんた鼻水垂らしてるわよ。嬉しさで鼻水垂らしちゃダメよ。はい、おめでとうございました。ね、こうしがみついてね、どこ、こうやってしがみついたんでしょ、あんた。はい、次行きたいと思います。はい、次はファンタジー賞でございまして、微笑ましい情景を見せてくださいました、ムクドリをやってくださいました梶田さとこさん。ありがとう。親子で、おい、ありがとうございます。きっとね、このお嬢ちゃんはいつもね、こう例えば星とか花とか鳥とか、いつもこう自然に、ね、目を向けてる優しいお嬢さんなんじゃないかなと思って。お母さんの優しさなんかよく出ておりましたね。はい、はい、ありがとうございます。さて、ほらお父さんずるいんだから、盾は子供に、現金は私に言ってた。お父さん、ここ盾見て、おい娘もらえもらえだって。さあお父さん、あ、そうですか。はい、ね、お父さんの演技だもんね。お父さんと演技してるときなんかいろんなこと言われました。こういうことあんまし言われなかった。自分で作った演技です。あなたこれで何買ってもらいましょう。買ってもらうじゃない、自分でね。お父さんにこれ全部渡します。うん、
お家ですから。お家でお母さんも入ってんのね。はい、お母さん今本当によかったそう言ってるでしょ。はい、おめでとうございました。次行きましょう。努力賞。はい、努力賞でございます。ある種の残虐さが場内の爆笑を買ったのかもしれませんが、モップ絞り機の大波千代子やったよ、やったね、本当にやったよ。そう、あれあれ見ててなんかかわいそうだって笑っちゃうのね。そうですね、でも結構思い切りだったんですよ。一回ごとにね、あの強く踏んだような感じがしたんですけど、でも本当に登録しましたね。全然ね、おめでとうございました。え、もうどっちかちょっと君にまず、だからあんたこっちよ。どっちかってこっち、あんた潰されたやった。そう、これはあの五分五分じゃないと思います。あなたは6分、あんた4分ね。そういうことになるかと思うんですが、まあ仲良くお友達考えてください。え、どうもご苦労様。第3位いきましょう。はい、第3位でございます。またこの夏に、美しい花を咲かせることで皆様楽しみで種を植えたられた方もおいでになりましょう。朝顔をやられました藤井。はい、非常によくってね、すごくあの自然に見えてね、僕は大変良かったと思います。ねえ、あとゆっくり咲いたあの朝顔。はい、さあそれではトロフィー。はい、おめでとう。やったーい、おめでとう。はい、さあそれでは汚した桃引き台です。最近20枚です。はい、これはお母さん桃引きも随分変えるでしょうね。はい、変えます。お父さん入ってませんからね、これね。お父さんは店で留守番だったんですからね。ね、はい、お父さんに、さあ、じゃあ見せましょう。はい、やったよ、お父ちゃん。店ファンのお父ちゃん、喜んでるでしょ。お父さん、なんかお土産持ってくる。はい。持って帰る。お父さん、何が好き？タバコ。タバコ買って帰るそうです。20万円でタバコ一つ。はい、おめでとうございました。いよいよ、準優勝です。さて、準優勝でございます。50万円渡されるわけでございますけれども、この番組で初めて登場いたしましたゴムバンドでございましてですね、激しい体力で活躍なさいました激しい波に満ちた。あなたのあの激しさよ、やったよ。はい、さあ、おめでとうございます。ね、疲れて、あれ引っ張るのも疲れるでしょ。疲れるの、疲れるわよね。二人で疲れたのよね。はい、あ、よかったね。はい、トロフィーどうぞ。はい、どっちが持ちます？はい、疲れた方が持つの。そうそして、どうぞ。おめでとう。どうぞって、わ、はい、おめでとうございます。ほら、お母さんびっくりしてたのか。びっくりしてると思います。ねえ、お母ちゃん今日来なかったの？来てる。来てる？お母ちゃん、わー、お母ちゃん、50万ドルってのは私だよ。あら、お母ちゃんやったよ、おめでとう。母ちゃんが一番喜んでるみたいよ。はい、おめでとう。行きましょう、優勝です。どれでしょう、優勝はどれでしょう。さあ、審査委員長、どれかな。優勝を発表いたします。ラーメンをやられました。ジビスだったよ。お母さんお金返すからね。はい、おめでとうございます。これ、こちらなんかあのお母さんにお金借りてそうで、この方に渡してください。おい、ナルト、もうよそのチームに握手を。おい、はいはいはい、はい、うまいよ。ナルトのおかげです。志保のおかげです。子供のおかげです。ねえ、もうなんかお母さんなんか借金してたのかい。はい、おめでとうございます。審査委員長、このやっぱり優勝の作品の出来は、あのね、皆さんがね、しっかりチームワークで結ばれてて、いいタイミングでやられたのが何よりだったと思います、ね。はい、はい、やっぱりチームワーク、そしてアイデア、よかったですわね。ねえ、本当に。これ、どのぐらい練習したんですか？
んまりねしないですね、うん、でもあの作る方に何回も手直ししないと、もうやっぱりみんな仲のいい友達だから優勝でした、やっぱりこれからもじゃあ長いいいお友達でまたおめでとう、もう嬉しくてたまらない、はい、なるほどさんもニコニコでございまして、はい、さあ優勝がラーメンと決まったところで第16回のお知らせです、第16回は9月14日放送でございまして、予選が7月8月行われますね、どうぞ皆さんふるっと参加していただきましょう、ズームイン朝という番組で募集をしております、朝でございますね、皆さんそれに参加してください、本当にラーメンさんおめでとう、最後にまたー